皆さんこんにちは、岡田克也です。我が党の前議員藤井博久先生の叙勲のお祝いの会が地元相模原市で行われました。嵐の日でしたけれども私も出席をさせていただきました。野田前総理、そして自民党の税制調査会長である野田先生にもご出席をいただき、各界の、藤井先生の今までの広く深い交友関係を表して、各界の皆様、そして地元の方々も含めて、約3時間、非常にいい会が催されました。藤井先生は、私にとりましても、非常にいろんな意味でご指導いただいてきた方で、本当に極めて緻密な頭脳で、そしてズバッと、おっしゃる、私も政治家としてぜひ見習いたいと思っている方です。大変尊敬している先輩です。藤井先生、との関係で、私が思い出しますのは、いろんなこと今までありましたが、特に私が外務大臣を務めておりました時に、菅政権で、枝野さんが参議院選挙の敗北の責任を取って、交代すると、枝野幹事長でしたが、いうことになった時に、後任の幹事長を私にどうかという話がありました。私としては外務大臣を引き続きやりたいという気持ちは強かったんですが、藤井先生から、これは国のために、あるいは党のためにぜひ引けてくれと、こう言われまして、私としては、天命だというふうに受け止めて、幹事長を引き受けをしたということを思い出します。いろんな要所要所で、ご意見をいただき、そして、説得力あるそのご意見を私としてもしっかりと受けさせていただいて、今日までやってまいりました。もうすでに現職は引かれたわけですけれども、大変元気で、ご健在です。これからもテレビなどを通じて、あるいはいろいろな場で、民主党の将来に対して、しっかりとしたご指導いただきたい、ご発言いただきたいと、そういうふうに思っています。それにしても藤井先生は私より約20歳上になるわけですが、20年後もああやって閣職として世の中にいろんなことを発信していく、本当にそれだけの蓄積があるからできることですけれども、見習うべきところの多い大先輩だというふうに思っています。今日は以上です。